最近、鹿児島県が自衛隊基地整備計画と米軍基地訓練移転のことで、賑わってるみたいだな。鹿児島県の馬毛島のことだよね。西之表市では反対派の市民が抗議集会を開いたそうだね。さすがにあれはひどいと思うよ。地域住民の声を無視して勝手に工事の入札広告を始めたんだからね。2020年11月には、反対派の同志のグループが約30万人分の反対署名を集めて防衛省に提出したそうなんだ。そのグループは馬毛島への米軍施設に反対する市民団体連絡会。署名は、このグループが約1年かけて SNS などで呼びかけて集めたそうなんだ。西之表市民は人口の4割の人たちが署名したそうだよ。4割?そんなもんなのか、反対する人たちはもっと多いもんだと思ってたぜ。そうだよね。基地ができればアメリカ兵による事件や事故、航空機などの爆音に悩まされたりするんでしょ?ほとんどの人が反対だと思ってたよね。どうなんだろうね。その辺はいろいろあるんだよ。その反対派の4割が多いのか少ないのか、なぜ馬毛島なのか、そのあたりを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2019年12月当時の河野防衛大臣によって、鹿児島県の種ヶ島の北西に位置する事実上の無人島馬毛島が、タストンエアポート社から国260億円で売買されることが明かされたんだ。この島の政府による買収は二転三転する展開を見せていて、この売買の発表も、所有者であるタストンエアポート社と合意していると表現されたんだよね。こうなったことで馬毛島は現在の小笠原諸島の、硫黄島で実施されているアメリカ海軍の、航空母艦艦載機の陸上離発着訓練の最有力代替地になったんだ。でも当然のように、政治的には賛否両論出てるみたいだね。いや、160億、島一つの購入に160億円は高すぎないか。無人島なんじゃないの?これ日本政府はなんか足元見られてない?お金のことは置いといたとしても、陸上離発着訓練って、周辺地域に危険があったり騒音被害なんかは大丈夫なのかな?陸上離発着訓練は、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦が戦力向上、維持させることには必須の訓練で艦載機が、タッチ後を繰り返し行う訓練なんだ。軍用規模では最大級を誇るアメリカの大型空母でも艦載機の特に夜間の離発着には高度な技術が求められるんだ。母艦が入港した際にはその訓練の実施が義務化されているそうなんだ。市街地上空を戦闘機が飛び回るわけではないから、住民に被害が及ぶような事故は考えにくいかな?それでも、市街地上空を戦闘機が飛ぶこともあるからね。100% ではないよね。その際は騒音も相当だろうね。騒音に関してはどれくらいの頻度で戦闘機が市街地上空を飛行するかにもよるけどな。訓練の回数的なものは結構多いよ。一人の艦載機操縦者に延べ4回、1回あたり45分間の夜間訓練が課せられるから、アメリカの大型航空母艦の場合70機弱艦載機を搭載してるから、最低でもその4倍以上の回数が行われることになるよね。いざ訓練が開始されたら航空母艦の周囲にはひっきりなしに艦載機が飛行してることになるよね。うわぁ、回数も時間も気が遠くなるくらい多いね。それくらい訓練しないと安全に艦載機を飛ばすことはできないってことなんだね。横須賀港を母港にしているアメリカ海軍第7艦隊の航空母艦ロナルド・レーガンの陸上離発着訓練は定期的に行ってるのか。うん、情報によると年に2、3回程度で2週間くらい行ってるらしいね。あれ?意外と少ないんだな。陸上離発着訓練は、横須賀に近い厚木基地や横田基地で行われていたんだけど、騒音問題やアメリカ軍の再編で、山口県の岩国基地が駐機先になって、硫黄島までの1400キロの距離が問題視されていたんだ。2003年頃なんだけど、瀬戸内海に位置する無人島の大黒神島に設備を設置して陸上離発着訓練を、誘致する動きがあったんだけど、激しい地域住民の反発により頓挫したんだ。やっぱり、アメリカ軍の訓練施設を簡単に受け入れるようなところはないよね。そりゃそうさ、自分の住んでる町の近くにアメリカ軍の施設ができるとなれば、あんまり良い気がしないだろうよ。話は戻るけど、馬毛島をめぐる一部の報道を見ている限り、訓練の代替地に反対する意見が、大半を占めるように報道されているけど、これは少し事実とは違うんじゃないか?という意見もあるんだよね。どういうことなんだ?説明していくね。馬毛島は鹿児島県西之表市に管轄されていて、西之表市は種ヶ島の北部に自治体なんだ。中央部には中種町、南部の南種町と一市二町で種ヶ島をカバーしているんだよ。
最も人口が多い西の表市が14,700人、中種町が7,500人、南種町が5,400人の人口になってるんだ。その中の中種町は、2012年に馬毛島移転反対団体から離脱して施設の誘致を表明したんだ。これを見ると、過疎化が進む自治体の背に腹は変えられないといった現状も見えてくるよね。なるほどな。自衛隊施設やアメリカ軍施設を誘致すれば街の財源が潤うよな。そういう考え方もあるんだな。馬毛島の陸上離発着訓練代替地に反対する馬毛島への米軍施設に反対する市民、団体連絡会は、西の表市の 40% に当たる6140人を含む全国30万人反対署名を防衛省に提出したんだ。でもさ、当事者の西の表市6140人の署名はいいとしても、ほとんどがそこに住む人たち以外から集めたものだよね。そうなんだよね。この中には沖縄県の普天間飛行場の辺野古移設の反対団体の署名も多く含まれていたんだよね。反アメリカ軍基地の活動は特定の政治理論によって推進されていることが強くて、どこまで地元民たちの真意が反映されたものなのか、判断が難しいところだよね。実際、逆に代替地賛成派は、西の表市長が反対を表明しているが、これは全市民の総意ではないと主張している。西の表市長は馬毛島の訓練場代替案には反対の立場だったんだけど、自身の考えを、市長就任後には控えていたこともあって政治的に堂々と反対意見を述べることの難しさを痛感しているようなんだよね。一方、鹿児島知事もデリケートな問題だから、国や防衛省の意向を受けて前向きに検討しているように感じられるが、個人の立場を明確にすることには慎重になってるみたいだね。なんだよ、はっきりしねえな。心にしっと自分の意見を述べようぜ。住民と国や防衛省との板挟み状態、難しいよね。反対派は馬毛島にこの話が浮上した時に、国が算出した等の価値は45億円だったことに対し、これが4倍の160億円に上がってることを指摘して、不正ではないかと糾弾しているんだ。どうなんだろうな。確かに安いことに越したことはないよな。でもあくまでもそういう取引で決まったことだよな。そこをつつくのはちょっと無理があるような気がするぜ。税金の無駄遣いと、言いたいんだろうね。日本とアメリカは同盟国である以上、基地や訓練施設は必要だから、どこかの町がこれを受け入れなくてはならない。誰だって自分の町に軍事施設ができるのはあまり良い気はしない。この問題は日本に住んでいる以上これからも考えていかないといけない問題だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう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 。